北区は札幌市の行政区。人口は札幌市10区の中で最も多い。区域は東西 14.2km、南北 13.7km あり、札幌市10区の中で3番目に面積が広い区になっている。中央区とは、函館本線、東区とは、創世川と、旧市のろむら境界、西区及び、イネ区とは、 新川、石狩市及び東別町とは、ハッサム川、バラト川、石狩川を挟んで接している。北区の地形は平坦で山がなく、地質、地盤は南部の一部を除いて、粘土質や、泥坦の軟弱な土となっている。また、北区は水辺に恵まれた環境にあり、山河線が合流するバラトの景観は、得意なものになっているほか、波気が多いことも特徴になっており、 トンデン暴風林や、創生川沿いのポプラ並木、北大ポプラ並木や、太平ポプラ並木、新川桜並木などがある。年表、札幌市北区、参照独立行政法人地方独立行政、法人特殊法人等、医療機関名簿、参照ラジオ放送局インターネット配信局、国立大学法人私立、学生納付特例対象学校一覧。 参照同立私立私立国立大学法人私立国立大学法人私立私立同率私立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 ショッピングセンタースーパーマーケットディスカウントストア銀行共同組織金融機関北海道大学校内及び北九条以南の上長目は札幌中央郵便局が集配エリアとなっている札幌駅北口新琴に駅愛の里教育 大駅北口1945年まで、現在の北区役所一帯に札幌飛行場があり、東京都の定期便を運行していた。かつては札幌市交通局がバス路線を運行していたが、段階的に民間事業者に路線を移乗し、2004年に廃止となった。バスターミナル空港連絡バス路線バス。 札幌市内の文化財、参照国指定同指定史指定国登録50音順。ありがとうございます。